おはようございます。コメスタチャンネル愛です。今の気分は何色ですか？さあ今週も楽しく占っていきましょう。次の4枚の絵から直感で選んでね。まずはこちらの A を選んだあなた。今週はエネルギッシュな1週間。普段は面倒だと思うことも軽やか。気になっていたけど手つかずなこと始めるのも吉だよ。ラッキーワードはパワフル。ラッキーアイテムはシャワー。続いてはこちらの B を選んだあなた。今週はあなたのアイデアが注目を浴びるかも。いつチャンスが来てもいいように、日頃気になっていたことや改善策をまとめておくといいよ。ラッキーワードはチャンスの神様。ラッキーアイテムは前髪。チャンスの神様のお話知ってるかな？さあ続いてはこちらの C を選んだあなた。今週は目指すものが具体的に。理想の未来図を徹底的に描いてみよう。迷った時は目を閉じて深呼吸。心で感じるものを信頼するのがグッド。ラッキーワードは心に正直に。ラッキーアイテムはカラーペン。さあ最後はこちらの D を選んだあなた。今週は自分の心の動きを意識してみよう。例えば電話を取る時や周話した時、どんな気持ちや感情でいるかな。ありのままの自分の心に気づくことが第一歩。ラッキーワードは自己探求。ラッキーアイテムは手鏡。気持ちは表情にも現れるよ。さて結果はどうだったかな。何事もまずは小さな一歩から。今日も聞いてくださりありがとうございます。素敵な一日に、そして素敵な一週間になりますように。コメスタチャンネルのコールセンター占いは毎週月曜日8時に更新します。ぜひチャンネル登録してお楽しみください。またね。憂鬱な時も